愛子ちゃん、今日はですね、以前の引き続きでファインリペアさんの方に、ね、来ていて、ファインリペアさんはね、あの下の方に概要欄の方に貼っておくので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。埼玉県の、ね、深谷市にある屋内洗車場というところです。はい、で、ね、前回の、ね、引き続きこのね、3点言っていて、3点を、ご紹介していこうかなと、はい、思います。で、まずですね、まあ、下の方から洗っていこうと思うので、今回も、はい、まずこちらホイールに、鉄粉除去と、これめちゃめちゃ強力なね、あのクリーナーというところです。まあ、前回ですね、ケルヒャーのホイールクリーナーをね、使っていたらオーナーさんの方がね、こちらどうということで、ちょっとね、試しに使わせてもらったんですけど、こっちはですね、もうダストとかがもうバンバン落ちます、本当に。なんでこれね、ぜひね、僕のあのクラウンでこう国産なんですけど、欧州車、まあ、例えばドイツの車ですね、まあ、ベンツとか、あとはまあその他ですね、まあ、アウディとか BMW とか、もう何でもいいです。もうとりあえず外車、まあ、カマロとかね、もうそういうアメリカとか、まあ、とりあえず外車ですね。外車の部類ってやっぱり結構ダストがあのすごい出るので、ぜひね、こちら本当にあの強力で、もうガンガンで落ちるので、もうこれね、ぜひよかったら使ってみてくださいということで、今回ね、ちょっと買ってみて紹介しようかなと思いました。はい、そしてですね、次は行くんですけど、僕のクラウン202のブラックカラーなんですけど、まあ、そうするとですね、まあ、あのめちゃくちゃ汚れとか傷とかすごい目立つんですね。で、そこで僕もですね、あのこの車が3年間で1万6000キロだったんですけど、まあ、それにはちょっと訳があってですね、非常にあの乗らなかった時期っていうのも、結構ありました。なんで、まあ、言っちゃえば放置ですね。放置っていうか、車に乗らない時がすごいあって、で、洗車もね、あんまりできなかった時がすごいあったんですよ。で、その時にやっぱもうついちゃったものとか、まあ、結構これはですね、もう本当にガラスコーティングの際にもうやろうかなと思っていたぐらいのものもすごいね、多数あるんです。特にボンネット、そしてトランクとか、そのあたりはね、結構どうしても落ちづらかったので、もうそのままにしちゃっていたっていうところがあって、まあ最悪はね、ガラスコーティング、まあ、かければいいやっていう体でいたんですけど、まあ、その前にですね、まあ、やっぱそういうのでガラスコーティング、まあ、かけようと思ってかけれる人はいいんですけど、やっぱそうじゃなくて費用がねとかいろいろある方っていうのは、ぜひね、この水垢取りっていうのもちょっとどのくらいのものなのかなっていうので、効果の方をね、ちょっと僕のクラウンを使って、試していきたいと、はい、思います。そしてその後にですね、はい、最後にこちらですね、ツヤ将軍、はい、こちらはですね、以前もあの内装の方ね、ちょっとしか用がなかったので、それをね、使わせていただいて、ウッドパネルとか、あとはハンドル周りのね、ウッドとか、あとは窓ガラス、サンルーフ、ちょっと試してみたんですけど、今回ね、あの入荷してもらって、それをね、ぜひね、あの購入させていただいて、で、これね、今回も使っていこうと思うので、ね、まあ、これのね、すごいところはね、もう本当に車のボディとかだけじゃなく、まあ、バイクとか、あとは、まあ、車のホイール、マフラー、もう内装、なんでもとりあえず使えるので、まあ、前も言ったんですけどね、まあ、アルカンタラとかやっぱそういうのはちょっとね、あのやめといた方がいいかもしれないんですけど、それ以外にね、もうほぼほぼ使えるということで、これもご紹介していこうと思います。それではですね、早速洗車の方やっていきたいと思います。はい、それではですね、まずシャンプーの方を作っていきたいと思います。まあ、こちらですね、まあ、シュアラスターのカーシャンプー1000と、はい、いうところで、僕ね、これ非常に気に入っているので、こちらを使って、はい、キャップにね、適量を入れてね、まあ、薄めでも濃いめでも、まあ自分のね、好きなように。そして OK、 はい、泡立てていきます。はい、それではですね、ボディの汚れを洗い流していきたいと思います。前回はですね、下の方から上に上がっていったんですけど、今回はね、ちょっとあの洗車があのメインではありませんので、あくまでもね、先ほど紹介した3点があのメインとなってきますので、まあ、今回はね、洗車の方を軽く、はい、やっていきたいと思います。はい、それではですね、早速この鉄粉除去クリーナーの方ね、リアホイールの方に使っていきたいと思います。結構ですね、これ匂いがきついので、この辺りからね、はい、やっていこうと思います。で、できればね、このちょっと奥側にかけてあげてください。これで結構匂いの方がきついので、皆さんね、気をつけてください。で、30秒から1分ぐらいで十分です。はい、ちょっとね、この辺ね、撮ってるんですけど、マジで結構きつくて、匂いが。なんで、ちょっとね、匂いがマジできついんで、まあ、マスクとかね、何かする人はした方がいいかなと。まあ、それではね、30秒から1分ぐらいなんで、まあ、そろそろね、流していきたいと思います。だいぶですね、下の方に汚れっていうのが出てくるので、はい、ちょっとね、ズームにしておきますかね。お、早速ドロドロが出てきましたね。見えますかね、これは。まあ、使ってみてもいただければ一番多分分かりやすいと思います。
非常にね汚れが一発目でこれを使った時は出ますね。はい、こちら下の方見えますかね。これですね、これがもろ出てきてると。ちょっと洗い流してみますね。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ出ました。はい、お分かりいただけたでしょうか。そしたらね、これね、1回でね、あのドバッと使ってやるよりも回数分けた方がいいらしいので、今みたいな感じでもう1回やってみたいと思います。まあ、ちょっとね、僕の方はマジでこれちょっときついので、匂いが、あの吹きかけたらちょっとね撤退しようと思います。いや、ほんとこれね、使ってみてほしい。匂いがすごいです。まあ、これはね、結構ね、無駄遣いに近いんですよ、僕の場合。ただやっぱりね、結構やってみないと効果って伝わらないじゃないですか。なんでちょっとやってるんですけど、うわ、臭い。ちょっと離れます。はい、いや、だいたい今45秒ぐらいですね。はい、もう流していきたいと思います。マジでね、匂いがねすごいきついです、これは。でも効果がね超強力です。はい、もうすでにこの2回目なのにうっすら出てますね。で、奥からはちょっとね、もうデロデロのが出てきてるの分かりますかね、皆さん。もう少し汚れはね出てくるまで洗い流していきたいと思います。はい、皆さんどうでしょうか。こちらですね、こちら鉄粉になります。これですね、これ分かりますか。ちょっと分かるために、分かりやすくするために、こちらでね、下のところを、地面をね、洗い流してみたいと思います。はい、こんな感じですね。こんなぐらい出てきます、国産車でも。はい、なのでね、これだけ効果がね見えれば、まあ、より皆さんにもちょっといいものかなっていうのが伝わったかなと、はい、思いますので、ぜひねこれ見てよかったらこう来た際、もしくはね、ちょっとオーナーさんの方にちょっとね、通販もねどうでしょうかっていうのね、お願いしてみようかなと思いますので、まあ、詳しくはね、また後日、そこのその辺をちょっとお待ちいただければと。もしくはリクエストもらえれば、よりねちょっとあの問い合わせっていうかね、お願いしてみようかなと思います。まあ、僕が実際あのここで通販ショップをね立ち上げてやるとか、そういうのじゃなくて、全てオーナーがねやるようになるので、オーナーさんの判断になると、はい、言えるところです。まあ、僕としては通販やってもらいたいっていう気持ちもあるんですけどね。まあ、実際ね、オーナーさんが一人でこうやら、一人っていうかね、あとパートさんとやられているので、まあ、そちらのね、方々とご相談というところで、まあ、ちょっとね、僕からは、まあ、あくまでもね、こういうのどうでしょうかっていうところの提案でしか、あの、お伝えすることはできないんですけど、ちょっとね、言うだけは言ってみたいなと、はい、思います。まあ、こんな感じですね。はい、鉄粉クリーン、めちゃめちゃいいですね。はい。値段の方はですね、2800円になるんですけど、まあ、これだけね、はい、効果があれば僕の方はまあいいかなと、はい、思いました。まあ、ちょっとね、やっぱり、ね、半額ぐらいであったんですけど、ケルヒャーの方はややね、効果の方があんまり感じられなかったので、まあ、こっちはね、まあ、匂いもね効果も強烈と、はい、いうところでした。はい、それではですね、洗車の方終わったので、こちらの、ね、クロスで、拭き取っていきたいと思います。この前紹介したのジオンのですね、シルクドライヤー、ちょっと今日忘れてきちゃって、前もね紹介したこの究極の吸水力で、吸水力だったっけな。はい、拭き上げの方終了しました。それではですね、次は水垢取りをトランクとですね、ボンネットの方でやっていきたいと思います。はい、それではですね、早速この水垢やっていくんですけれど、前回もですね、これ実際言わなかったんですけど、ここを映すのってあれだけ綺麗に、そしてもうリアルに映すのって結構大変なんですよ。で、実際ですね、もう GoPro とかだと一切ここら辺はね、もうそういう水垢っていうのは
てか甘じみっていうかね、まあ、そういうの映らないんですよ。ただやっぱこれね一眼なんでちょっと映ってるんですけど、やっぱ光のねちょっとあの関係とかでここら辺ぐらいしかちょっと今映ってないんですけど、まあ、基本的にプランク一面を、はい、やっていきたいと思います。はい、まあこんな感じでねリンレイの水垢取り、はい、このねスポンジをね取り出して、はい、これをですね少しつけます。はい、適度にねこういう感じで取って、そしたらこれを薄く伸ばしていきます。ちょっとですね今日マスキングを持ってくるの忘れちゃったんですけど、普通だったらねここら辺にマスキングテープを貼った方がいいかもしれません。はい、それではですねこのクロスで拭いていきたいと思います。はい、それではですね拭き取りの方終わったんですけど、やっぱねここら辺どうしても残っちゃいますね。はい、終了しました。リアよりはひどくはないんですけど、正直言うとやっぱねあの甘じみというかねそういうものとかあとは小傷とか正直あります。それではですね、このツヤ将軍を今度は使っていきたいと思います。ボンネットはちょっとリンレイの水垢をやってしまったので、今回は使わず、実際これヘッドライトとかプラスチック系でも、まあ、樹脂でもね、あとはもうバンパーとかその辺も全然使えちゃうので、ちょっとね、そちらの方にこれを使っていこうかなと思います。まずですね、はい、まあ、商品の、ね、説明としては、まあ、疎水タイプといって、まあ、こちらはね、あの撥水よりもうちょっと強力なね、はい、ものと、簡単に言うとそんな感じですかね。はい、でさっと拭いてね、ツヤと光沢を実現と、はい、マイクロファイバークロス付きというところです。はい、それで開けるとねこんな感じになってます。はい、本体とそしてクロス、そしてはい、説明書が入っています。はい、こんな感じですね。塗装以外にガラス、鏡、プラスチック、メッキなどに使えるコーティングです。なので、まあ、本当にですね、車で言ったら、まあボディ、そしてまあこういうね、グリルとかヘッドライト、そしてフロントバンパーはもちろんのこと、あとはですね、内装のね、パネルだったり、あとはマフラーにまでね、はい、使うことができます。はい、はい、それではですね、早速使っていきたいと思います。まずですね、これがですね、見たらいいかな。はい、これが横になっているので、これをこっち側にね、はい、します。この白いやつですね、ストッパーがこうなっていくので、はい、そしたらこれでね、1、2、3回ぐらい、はい、拭いて、うん、はい、フロントとかね、めちゃめちゃ綺麗になってツヤツヤになったので、ちょっとね、調子乗ってドアミラーの方もやっていきたいと思います。2回ぐらい、ツヤってますね。したらちょっとドアとか一周やってみましょう。うん、めちゃくちゃツヤがいいですね。はい、それではリアの方もやっていきたいと思います。今回はたっぷり使おうかなと。テールとかもめちゃめちゃツヤツヤのツルツルになるですね、これ。このマットのあたりもね、使えるのがすごいいいですよね、本当に。まあ、
プランですね。お、すごい、なんかいい感じ。ちょっと待ってくださいね。うん、なんかここもまあすごいではないけど、本当に輝きはなんか良くなったっていうか、あとね、触り心地が本当ツルツルするようになったっていう、うん、感じですね。はい、 OK です。リアの方、おお、いいね、いいね。テールとかもね、すごい、ナンバーとかもめちゃめちゃツルツルになりますね。なんでね、せっかくねこのツヤ将軍ね、めちゃめちゃいいのにね、ちょっとねボンネットとトランクできないのがちょっと今回残念でしたね。ちょっとツヤ将軍はね、本当にねいいものだなって思いましたね。なんでもちろんシュアラスターとかもすごいいいかもしれないんですけど、こっちねマジでちょっとレベルが違うっていうか、まあそれは値段もねちょっと違うので、めちゃめちゃいいなと。はい、これは使って見てもらって満足できるレベルのものじゃないのかなと僕の方では思いました。あと鉄粉除去のねホイールクリーナーですね、めちゃめちゃ良かったです。はい、以上ですね、今回3点、試してみたんですけど、どうだったでしょうか。こちら鉄粉除去のホイールクリーナー、これめちゃめちゃね強力ですごい効果がありました。でそしてこちらのねツヤ将軍もめちゃめちゃねツヤツヤで、そしてツルツルになります。前回の動画であの内装の方もね、あのこれをパネルで使った動画がありますので、ぜひねそちらもご覧にいただければと思います。パネルの方にね、あのこれを施工するともう本当にツルツルで、物がね置けなくなっちゃうぐらいもう本当にツルツルで、ツヤもありね、本当にそのウッドパネルとかが蘇るっていうレベルまでいけるかなと僕の方では思います。はい、ただですね、ボンネットとねちょっとトランクのね雨じみがねちょっと輪霊でもちょっと厳しかったと、はい、いうところです。でこれね雨じみじゃなくて、なんかもしかしたら違うものなのか、ちょっと正直なところまだ分かんないので、まあ、これもねその都度その都度試していきたいなと、はい、思います。僕がね202のブラックにねそういうものを試すことによって、まあ、これをね見てるくれてる方がもしかしたら202のブラック乗ってて、なんかまあ、そういうのでねちょっとあの困ってるじゃないですけど、なんか使えるアイテムがあったらなっていうので、はい、あの僕の方でね実際に使ってご紹介できたらなと、はい、いうのは思っているので、そこはちょっともうちょっとやってみようかなと、はい、思っています。まあ、本来はね正直言うと隠したい部分もすごいあるんですよ。多分あそこまでまじまじとね出す人って多分おそらくいないとは思うんですけれど、まあ、そこのとこもね超綺麗ですよっていうところは嘘ついてもしょうがないので、そこはねちょっと出そうかなと、はい、今回と前回でそう思って動画を作りました。はい、なので、ね、まあ、引き続き綺麗にしていきたいなっていうのがすごいねあるので、放置しなければよかったなっていうところもあったんですけど、その時はその時でやっぱりねちょっとなかなかこまめに洗車できるっていう状態でもなかった時もあったので、はい、まあ、こうなってしまったと、はい、いうところです。まあ吹いててもしょうがないので、ね、今回これからはちょっと前向きに綺麗にしていく方向に本当に、ね、全力でやっていこうかなと、はい、思います。ぜひあとここですね、本当にこれからの時期夏場でね暖かくなったり、まあ、雨が降ったりもすると思うんですけど、まあ、雨の日ね普通に濡れて帰ったとしても実際洗車するのもねここだとすごい楽しいなっていうところが感じてもらえると、はい、いうような洗車場なので、ぜひねこの動画見てよかったらぜひ皆さん来てみてください。いろいろねアイテムとかもあるので、ぜひねよかったらそちらの方もね購入していただければと、はい、思います。それではですね、今回もご視聴していただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。